こんにちは、キッシャンです。今日はこの方を紹介したいと思います。皆さん知っている方多いと思うんですけども、南米ボリビア地方の福を招くと言われているお守りとして伝わっているエケコ人形になります。以前テレビ番組で紹介されてちょっとブームになったみたいですけども、何年か前クリスマスパーティーのプレゼント交換でいただきました。で、それ以来、部屋のテレビスピーカーの上に乗ってたんですけども、地震が起こった時は何も倒れてこなかったのに、こいつだけ下の方に転がっていたりしてたことがありました。そして昨日ですけども、普通に部屋に出ると急にこいつが落ちまして、右足首が割れて折れてしまいました。よく身代わりになってくれるっていうのを聞いていたので、ちょっと心配になりましたけども、近いうちに僕の右足がなくなるようなことがあれば、また報告したいと思います。エキコ人形でした。